こんにちは、辻岡です。今日はねポケトルの更新日なんですが、今回ね更新したら何にもありませんでした。やっぱり前回がねレベルアップにサファリに日替わりポケモンにメインステージ50、そしてエキストラステージ3と大量に更新されたので今週はお休みなんでしょう。ゴールデンウィークになってるのかな。ということで要望があったメガハッサムの効果、まあラティオスと一緒なんですけどもね、と、スマホ版ポケトルがね大更新してポケロードとかねたくさん出てるんですが、一つねフレンドの概念ができたので、今まではねフェイスブックだけだったんですけど、フェイスブック必要なくフレンドになれるようなので、僕のフレンドコードも一応書いておこうかなと思います。ただフレンド数がですね30しか枠がないので、もしかしたらね全員はフレンドになれないかもしれませんが、そしていつも聞いてくれてる人同士で、ぜひねみんなでフレンドになってハートを送り合えたらなと思います。ということでコメントはねフレンドコードをじゃんじゃん書いてもらえたらなと思います。で僕のフレンドコードはね、7UG8-4FCV になります。これをね入力してくれたら僕の方でねフレンド承認をするので、下のコメント欄でお願いするんではなくてフレンド承認の方でね僕がポポポポーンと、フレンドになっていきますんで、ぜひね入力してお待ちしています。ただね、僕の方は頻度としては、まあ、1日に起動 1、2回で、メインステージもねまだそんなに進んでおらず、イベントだけをこなす日々になっております。スマホ版ポケトルの方はね、なのでもっと頻繁に半島を送ってほしいという方はね、下のコメント欄でもどのぐらいの頻度でやっててどのぐらいやってるとかいうアピールがあるとね、あのガチの人たちが、フレンドになりやすいんじゃないかなと思います。僕は、1日に多分 1、2回ハート送るのもまあそのぐらいになるんじゃないかな。さあじゃあスマホ版のお話はこのぐらいで、メガハッサムのメガ進化効果いきましょうか。じゃあ定番電流ステージで見ていきましょう。何個揃えるかも数えようかね。確かでもバリアのとこは数えないんだったっけ。 1,2 え今どうだった、バーの上がりどうだった。あ結構上がってるね、全然数えられなくなっちゃった。バリアがあるとちょっとごちゃ混ぜになっちゃうな。そしてお結構メガ進化、メガ進化早いですね。さてさて、おおかっこいい。ランダムではなくランダムとは書いてなかったので、おそらく一定方向なんでしょう。一定の場所かな。あなるほどなるほど、ジグザグの形は決まってるけど、スタート地点はこういうどこか分かんない、この3つのうちのどれかを下1個開けて2つ並べてるみたいな感じでしょうかね。ラティオスも確かそうでしたね。ランダムの部分と電流とライボルトの違いみたいな感じですね。なるほどなるほど、綺麗にジグザグになってくると。今回でも虫タイプのメガ進化効果なんで、まあ、ドラゴンタイプとね被ってても問題ないかなと思います。そこそこ使えるんじゃないかな。メガスキルアップも結構投入できるので、メガスキルアップをね投入したらものすごい早くメガ進化できるんじゃないかななんて思います。またでもメガスキルアップイベントが結構あって徐々に溜まりつつありますね。レッグーザに20個使って、僕はゲンガーとミュウツーの方に使ってるんですけど、今ね18個さらにまた溜まってるので、またね、レッグーザみたいに壊れ性能のメガ進化ポケモンが来たらそこにねぶっ込んでいこうかななんて思ってます。なるべくねぶっ込まないようにしようと思ってるんだけど、さすがにねメインステージの方はあそこまで進んだらねメガスキルアップも持ってる人たくさんいるだろうということで、今回はねメガレッグーザをね結構使用しちゃいました。前回はねメガレッグーザを結構封印しつつやってたんですけどね、さすがにあそこまで進んでる人はメガスキルアップもねもうたくさんゲットしてるんでしてるだろうということで、メガレッグザを使いました。ということで今回はねメガハッサムの効果もね、見つつ、まあメインはねスマホ版のねフレンドコードの紹介でした。ということで今日はね全く更新がなくてすっごい身構えてたんだけど、何にもなくて、集中してねエキストラの3体とイベントのねラティオスの
レベルアップステージ、今ちょうどね156ぐらいまで進めてます。それを200までやって、まあ、動画に出していこうかなと思います。それじゃあよかったらね、僕のフレンドコード下の概要欄にも書いてあるので、早めに申請したら、許可されると思っててください。結構遅めだったらね、ちょっと満杯になってるかもしれない。それでもコメント欄でね、フレンドコードたくさん書いてみんなでね盛り上がってくれると僕は嬉しいので、皆さんぜひ、皆さんどんどんねフレンドコード書いてフレンドさん募集してください。それじゃあよかったらね、また次も見てください。つちのこでした。